What you're gonna see is real. Real illegal. Tokyo, 3 in the morning. Extreme racers hit the streets at 175 miles an hour. Their own rules, teams, and rivalries. An extreme sport.状況が違うところが面白いんじゃないですかね。まあ極力一般者には迷惑かけ、まあ迷惑かけないと変なの迷惑かけるんですけど、まあ、極力交通の少ない時間帯に走るようにというところは気をつけてますね。ここだと、まあ、車種はあんまり問わないでも環状線だと、うん、ペースでもう相手決めるって感じですかね。面白いところ、スリルがあるところじゃないですか。っていうよりもスリルじゃ、そこは一歩走る技術量なんだけど、相手の動きを読むんですよ。まあ、逆に言うとドライバーがルームミラー越しに見えるじゃないですか。それで入ってくる入ってこないっていう判断をしちゃうんですよ。だからまあ無謀って言われれば無謀なんですけど、でここのトップグループっていうのはぶつかんないんですよ。周りは特にないんですけど、やっぱ足回り、パワーある車で勝つのは嬉しいし、自分も GTR 乗ってたんだけど、やっぱ FR 乗って勉強したいところもあるし、いろいろな部分で経済的にも全然シリビアのが GTR に比べて、周りから見ててね、これ誰が早い、これが早いっていうのもあるかもしれないけど、大体ドライバー同士ってね、誰が早いっていうのも分かるけど、寝るってことはないけど、誰もが自分が一番だと思ってるんじゃないですか。してますからね。その日の気分っていうのはあるじゃないですか。そういう時は合わせますね。はもう細心の注意を払っていたらすぐにスピードを止めて。ああそれは怖いですよ。まあ、初めはゆっくり走って、様子見て、それから、ね、
っぱ気にしますけど、気にしたらどこも走れないですからね。なんかはなくはないです。でも。300いってんじゃないですかね、はい、車全体だったら300は超えてる、はい、そうですね、400から500万ぐらい間じゃないですかね。エンジン、一番かかってるのがエンジンなんですけど、ボディ補強も込みで考えると600万、700万ぐらいは。あれ、エンジンだけで450万ぐらいかかっちゃった。ハイデムですか。これはちょっと高いですよ。とかは、まあ、とりあえずトップスピードまでがそんなに出ないんで、とりあえずレスポンス重視で。そうですね、でも加速重視なんで380ぐらいですかね。あ、馬力数自体は測ったことないんで。数湾岸出れば280ぐらいは出んじゃないですか。これはね、そんなパーティーなんですけど630馬力ぐらい。